おはようございます。バーチャルキラーマスコ、あ、違う、声からかれ、なんか。はいどうも、バーチャルキラーマスコット、ケチャマルでございます。本日は、4月某日に行ったリスナーさんから具材を募集して、ダイスで6つの食材を選定して揚げ物にするというものの本番当日となります。わからない方は、生配信のアーカイブの方をご覧ください。はい、ということでございまして、それぞれ揚げていく素材の説明の方をさせていただきたいと思います。まずはこちら、フリスクネオ、グレープ味ですね。まあ、ぶどう味ということで揚げてどうなるかって感じでございましょうか。続きましてこちら、サキイカ、つまみの達人というものになります。スーパーで普通に売ってます。はい、続きましてこちら、ハヤシライス。これはですね、おにぎり状に形を整えて、そちらに衣をつけて揚げていきたいかな、なんていうふうに思っておりますよ。はい、そしてこちらヤンニョムチキンの元となる鶏肉です。塩と生姜でね、味付けておりますのでね、そちらに片栗粉つけて揚げていきます。はい、こちらカップ麺でございます。塩カルビ味のね、焼きそばでございますね。まあ、カップ焼きそばの方がね、揚げやすいだろうということでそちらにしてます。で、最後にバームクーヘンです。こちらも普通に衣つけて揚げていきます。そんなわけでご紹介した食材それぞれに、今回は天ぷら粉の方をね、つけて揚げていこうかなというふうに思っております。ASMR 動画というね、まあ、趣旨もございますので、今回はそれぞれの食材を揚げている音についても別途収録しておりますので、そちらの方もご一緒にご覧いただきながらですね、 ASMR 動画としてお楽しみいただければなというふうに思っております。それではどうぞ。はい、ということでございましてですね、このような形でですね、一応、品物が揃いましたということでございまして、それぞれね、実食の方に移っていきたいと思います。もうね、すでに皿の端っこの方にですね、明らかに食用かどうか怪しいものがございますがですね、まあそれぞれちょっとやっていこうかなというふうに思います。まずはですね、無難なところからということでございまして、まあ、カップ麺揚げということでございまして、まあ、焼きそばをね、揚げたもの、こちらの方をね、実食していこうかなというふうに思います。じゃあ、いただいていきます。はーい。うん、あっ。ガリッガリだね、これね。あのね、もう、味も素っ気もないです、これ。食べられるよ、食べられるけど、
もう揚げ物として召し上がる必要性は全く見受けられない塩物という感じでございましょうか。徐々にこうカップ麺そのものの塩味みたいなものが分かってくるかもしれない。うん。面白いか面白くないかで言うと非常に微妙なスポットの選手でございますね。さて続きまして、すいませんね、ちょっと先にこちらの方を食べさせてもらいたいです。こちらをね食べて、ちょっとこれおかず代わりにして、これヤンニョムチキンですね。これは安定してるんじゃないですか。とりあえずそんなにね、癖もそんなにこれは外れることないと思う。じゃあいただきます。あ、うん、まあ、これは美味しいっす。あ、これは美味しい。これはね、本当に作るのも簡単なんで、もしよかったら、ぜひぜひね、チャレンジしてみて、作ってみていただければ、よろしいんじゃないかなというふうに思いますよ。さて、続きまして、こちら、ハヤシライス揚げでございます。おにぎり状にしたものをね、まあ、衣をつけて揚げたということでございますので、まあ、こちらの方を実食していこうかなというふうに思いますよ。麺の時点で大体見えてるからな。いただきます。これもね、多分、味が薄いんじゃないかなと思いますけど、いただきますね。想定通りです、これは。やはり、揚げると、元来の味付けというのが、ものすごく薄味に感じられちゃいますね。味的には、まあ、もともとのハヤシライスルーのね、味っていうのが、残ってはいる感じはするので、個人的にはもうちょっと白身があってもいいのかなっていう気はします。続きまして、こちら。ちょっとね、焦げがひどいんで、見た目汚ねんですけど、これ、サキイカ店でございます。これ普通にあるもんなんで、こっちの方がいいな。焦げてんの方が嫌だ。はい、じゃあいただいてみます。勝手勝手よ、これ。もともとのサキイカ自体が、弾力がある食い物なので、噛み切りにくいのに加えて、衣をつけて揚げたことによって、よりその、密度っていうんですかね、高度っていうんですかね、そういったものが上がって、非常にこう、食べにくい仕上がりとなっております。この、乾燥の先以下揚げるもんではないと思う。まあでも美味しい。あ、これ味は美味しいわ。さあ、問題はね、この後ですよ。まあ動画的にはね、とりあえずこっちの、バームクーヘン店の方をね、先にね、食べてからの方がいいんじゃないだろうかということでね。じゃあまずは先にこっちの方が行ってみましょうかね。イメージはつくのよね。じゃあいただきます。これはね、イメージ通りです。これあれだな。何かね、食感が近いかなと思ったらチュロスですね。本来ね、バームクーヘンが持たない衣の弾力がね、加わったことによって、メープルとかシナモンはないんだけど、なんか食べ応えのある甘みのある生地っていうんですかね。そういう風な感じの仕上がりになってます。これはね、美味しいわ。ただデザートだね。はい。ということでね、こちらに、鎮座ましましておられます。まあ、悪意のね、結晶体のようなですね、代物がございますけれどもですね。じゃあ最後にね、こちらの方をね、実食して、今回のね、動画を終えていきたいかなというふうに思います。怖えな、もうこれ。なんでしょうね、もうこれで、ね。何が染み出してきてるんでしょうね。ちなみにね、クリスクネオのブドウ味なので、まあ、ブドウの色なんですけど、まあ、じゃあすいません、いただきます。はい。いや、怖え。ん？あれ？あれ嘘？ちょっと待って、これ。食べられる。嘘？え、食べられるんだけど、これ。なんなら、うまいまである。ハヤシライス揚げとか、カップ麺揚げ、あの辺の奴らに比べて、まだこっちの方が、好みに感じる人がいるかもしれないっていうぐらいには、割と食える。あれ、ちょっと待って、ワイのイメージでは、フリスク揚げってさ、地獄がもう、形成されることは目に見えてるだろうと思ってたんだけど、違うな、これあれだ。フリスクネオになったことによって、そういうなんか、ミント系の爽やかさっていうよりも、スイーツ系のなんかジャムっぽい感じになって、お菓子的な感じに、チューニングされてる感じがする。油によってなんかね、物が変わった。いや、嘘？ミントよりそっちが際立っちゃうんだ。油で揚げることによって。いやー、これは、
変な発見をしてしまいました二度とやるかって言ったら二度とやらないけど、こんなことは。だけど落ちとして弱え。はい、ということでございまして、揚げ物 ASMR いかがでございましたでしょうか。まあ、結果としてはね、そんなに笑いに発展する品物というのは生まれなかったかなという感じでございますけれども、まあ意外や意外というね、組み合わせがあったかなというふうに思います。はい、ということでございまして、今回の試み面白かったと思った方はチャンネル登録および高評価としていただけますと幸いでございます。またこんな企画やっておりますのでですね、もしどっかの企画でお会いできればというふうに思っております。それでは今回はこの辺で失礼いたします。どうもありがとうございました。ほんじゃおつけ茶でございます。じゃあねー、バイバーイ。